リマ日本人学校は、ペルー共和国リマにある、ペルー在住日本人のための初等、中等教育を行う、日本人学校である。1969年4月27日、リマ日本語講習会の名称のもとに、ペルー国リマ市で開校式が行われ、それを契機に、学校運営委員会と PTA の発足を見た。また、19711月には、 今、日本人学校と呼称することになった。しかしながら、ペルー国文部省の学校教育法規のもとでは、日本からの進出企業、団体、当国にある機関などに勤務する日本人駐在者の子女教育のために設立された日本人学校が外国人学校としての法的地位を認められることは不可能な状況であった。そこで、日本人関係者を会員とする社団法人、 日本文化協会が設立され、その文化事業活動の主目的である日本語教育を行うための学園という形で、1971年6月、東国文化庁の認可を得た。ありがとうございます。